はい、そうしましたら、レック専任講師の小原です。今日はですね、スマート宅建、権利関係が終わりまして、今度は宅建業法という分野にね、入っていきたいというふうに思います。よろしいでしょうか。まずテキストの方、確認をしていただきたいというふうに思います。いいでしょうか。この、いわゆる、宅建、デルジュン宅建18年ですね。宅建誌というやつの、この宅建業法というテキストですね。これをちょっと見ていただくとね、いいかなというふうに思います。で、まずですね、本題のこのテキストのところで、いきますと、ですね。まあ、目次がですね、このあたりに出てまして、ずっと宅建業の意味から、まあ、権利に比べる、権利関係に比べるとかなりやっぱり少ないですね。ボリューム感、テキストも薄いですよね。で、これは条文自体が86っていう、まあ、それだけで、まあ、以外も出てますけども、業法自体はそういう形でね、少ないということで、やりやすいところかなというふうに思います。まあ、宅建試験ということがずっと載ってるんですが、まあ、宅建の問題として、ここをちょっと見ていただくとね、わかると思うんですが、5ページですね。ここのところなんですが、まあ、宅建業法の出題としては20問出るんですね。これ約 40% 出てるわけですね。で、18点ぐらいを目標にということで、まあ別に18点じゃなくて満点も取ればいいんですけど、かなり高得点を意識はしております。まあこの点、試験が、ここが取れるかどうかっていうのが非常に重要にはなってくるんじゃないかなというふうに思います。特にですね、宅建の試験の内容としてここに、こうね、業法ね、業法の内容はここに出てます。まず1番の宅建業の意味、そして、事務所、これ免許、それから事務所以外の場所、そして、宅建誌、それから営業保証金、弁済業務、媒介、広告、重要事項、37条その他、そして自ら類し、報酬罰則と15項目あります。で、これに関しましては、基本的に、まあまあ、どこからでも出てるということです。全部見てもらって、これ全部丸がついてますからね。で、まあ、特にこうありましてですね、このテキストからいらないところっていうのは実はないんですね。このね。例えばですね、権利関係勉強された方はですね、テキストの端から端まで全部っていうわけじゃなくて、後半なんかは割と、まあまあ、品質ではないものもあるわけですね。別にまあ、どちらでもじゃないけども、出えへん可能性もあるということではあるんですけれども、それに対して、宅建業法というのは今見ていただきましたように、まあまあ、ざーっと書いてあるんですが、まあ、どこでも出てるということですね。で、20問っていうことで、まあ20問と言いましても、実は貸し担保、住宅貸し担保履行法っていう、割と最近の法律なんですが、これは1問出てますから、実は19問ということの出題なんですが、やはり、確実に点数を取れるようにね、していただきたい内容かなというふうに思います。そして、ここ見ていただくと一応流れがこういう形で載ってます。まず、まあ、不動産業をやっていく場合には、まず事務所を設置して、宅建誌を設置すると。そして、まあ、ちゃんとそういう専門の知識のある人間を置いて、免許の申請をして、まあ、営業賞金をとか、弁済業務して、そして業務に入っていきます。で、当然、仲介ですと、媒介契約書面、重要事項説明、そして契約書と、こういうふうに、どんどん進んでいくというふうになっていくわけですね。だから、で、最終的には、自ら売り主制限とか、報酬額の制限ということになっていくという、こういう、まあ、一連の流れがあります。だから、この不動産取引の一連の流れが、まあ、出題としてね、出てると、こう、理解していただくといいのかなというふうに思います。いいでしょうか。はい。で、その下の方に行って、今度は、宅建誌になるためにはっていうことで、まあ、宅建誌とかでやりますけども、まず、まあ、試験に合格をしていただく。そのために、まあ、勉強していただくということなんですが、そして、まあ、登録制を取ってまして、宅建誌の登録をすると。そして、その後、宅建誌書の交付という形で、出てくるということが言えるわけですね。はい。そうしましたら、本題に入っていきましょうか。まず、第1の、宅地建物取引業の意味ということで、
まあ、超品質 A というふうに書いてありますが、まあ、出題として、去年聞いてるのが取引ですかね、4番。で、まあ、当然業っていうのともセットなんですが、宅地建物取引を業という、こういう話ですね。で、まあ、例外規定。最近ちょっと例外は聞いてませんけれども、まあまあ、こんな話が出てますよということが、そこに書いてあります。まあ、権利のところも少しお話したんですが、この星の多いのが、当然、品質内容にはなってくるわけです。過去10年間でどのぐらい出てるかっていうのが、ここを見ていただくとね、非常に理解していただけるのかなというふうには思ってます。はい。では、まず、宅地建物取引業というところからになっていくんですけれども、まず、13ページのところの本文をちょっと見ていただくと、ここのところに、まず、宅地建物取引。これ、だから、今勉強している内容としては、この、宅地っていうのを当然やらないかんですね。それから、建物取引業を営む、するんやったら、原則として、免許を受けてくださいね、とこう言ってるわけです。ですね。で、まあ、宅建業の免許を受けるということになるわけなんですけれども、まあ、言葉としてね、初めて勉強したときに、まあ、よく間違えるというか、区別しにくいことがあるんですけども、ちょっとこれ見ていただくと、ちょっとね、こういう話があってね。で、まず、今お話しした、宅地建物取引を業とする場合は免許がいるっていう、免許を受けた人のことを宅地建物取引業者って言います。これはまあ不動産屋のおっさんって言うとあれけども、不動産屋さんの話なんですね。で、皆さん方目指してるね、私が今お話をさせていただいている試験っていうのは宅地建物取引 C なんですね。C なんですね。で、例えば宅地建物取引士の場合は、試験に合格をする。これは、2018はおそらく10月21になるだろうということなんで、第3日曜日ですよね。で、それに通ったら、次は登録、宅地建物取引士の登録を受ける。そして最終的に、今度は宅地建物取引士証の交付を受けると。合格、登録、交付という、こういう形で、進めて、いくのが、これが宅建士なんですね。で、上が免許なんです。先ほど言いましたように。だから、ここで書いてあります、この話は、宅建業の免許の話ですから、不動産屋の看板の話を聞いてきてるわけですね。で、でも、ま、略して宅建、宅建っていう、まあ、今、宅建士っていう言い方をしてるから、まあ、あれなんですけど、宅建、宅建って言ったのは、宅建の勉強しますわっていう、宅建って何が言ったら、宅地建物取引士なんですね。宅地、ここは宅地建物取引業者なんですよね。免許だからね。だから例えば、ここに書いてあるんですね。宅地建物取引業とは、宅地または建物の取引を業として行うものを言いますと。宅地建物の取引をするのが業ではないという場合は、免許はいらんと書いてあるでしょ。だからその、それぞれの定義付けがあるわけですね。で、宅地建物取引でないことを業として行う場合も免許はいらないと。取引を業として行うが、宅地建物ではない場合も免許はいらないとかね、その免許のいるいらんっていう話がここに出てくるわけですね。だから、これはまず最初にこの法律は不動産屋のおっちゃんの話をまず作られていると。まずね。不動産屋さんのおっちゃんの話から始まってまして、そしてその後、進めていってるのが、ね、内容としましては、宅建士という話になっていくということになっていくわけですね。いいですかね。はい。では、まず、宅地の定義付けをちょっと見ていきましょうかね。宅地というのはね。はい。ですね、はい、ここです。これ一回聞いてますかね。一回ね。一回過去聞いてますよね。はい、いいですか。まあ、一般的な表現としましてはね、ここに書いてあります通り、宅地といえば、一戸建ての敷地を思い浮かべますが、宅建業、養蜂場の宅地は少しちょっと違いますよと。まあ、一戸建ての建物だったら宅地なんですが、ここではなくて、三つぐらいあるんですね、三つ。三つぐらいに。ですね。はい。そして、一つ目からいきますよ。
これがね、まあまあ一番一般的な私たちがよく知ってる話ではありますね。例えば現に建物を建てる建っている土地というこういう言い方ね。これはまさにこの一戸建ての敷地みたいな話ですよ。これは建物の種類場所を問わず宅地ですわ。問題なく今建ってるんやからね、現在建物が建ったらそれは宅地でしょう。これはもう問題なくね、それで、いいんじゃないですかね。はい。そして次2番、これはやっぱりどっちかというと法律的な表現になるのかなという気はするんですが、現在建物建ってないんです。建ってないんですが将来建てる目的で取引する土地ですね。今は建ってないけど今後建物を建てますよというなった土地と、でここ登記簿上の地目は何であってもこれ地目っていうね、登記簿関係ないと言ってます。宅地です。例えば山林ってこれ山でしょ。でもそこに例えば別荘を建てます、ペンションを建てますというんやったらそれは宅地になるんだとこう言ってるわけです。だから登記簿上の地目は関係ないんですよということがそこにね、言っている内容ではあります。いいですか、よろしいですかね。はい。そして、これもちょっとこれを入れておこうかな。こういう話ですね。登記簿っていうのを、まあ、権利関係聞かれた方はあれなんですが、業法から勉強されてるとちょっとね、まず人間で言うたら戸籍簿なんです。戸籍いりますよね。だって男か女かね、家族が誰かとかね、戸籍見ないとわからないわけですよ。男か女かもね。不動産の場合は登記簿登記記録なんです。だから俺のもんや言うたもん勝ちじゃないんですね。登記簿見たら載ってるわけですから。で登記の地目っていうのはこれ登記の土地の種類なんです。登記簿でいろいろ20ぐらいですね、約20ぐらいあります。これ関係ありません。現況で判断してください。現況でね、状況で判断をしていただくといいかなということです。だから例えばさっきみたいに地目が山林やとか原野や言うてもペンションを建てるとか別荘を建てるんやったらそれは宅地になりますねという話になりますからね。でしょうかね。これがまあ二つ目の話になってきます。いいですかね。はい。そして、続きまして、今度はこのまだありましたこの用途地域内っていうね、これはですねちょっとまだ勉強してない話にはなりまして、用途地域内の土地という言い方をしてるんですけども、これはですね、用途地域っていうのは使い道の決まった土地なんですね。用途地域内っていうね、用途地域内の土地と。で、建物を建っていなくても、建物いりません。建ってなくても、また建てる目的でなくても宅地。だから駐車場用地でも資材置き場でも園芸用地でもそんな関係ないと。全部宅地やというふうに言うね。で、この用途地域っていうのは使い道が決まってまして、今年改正になりまして13あります。去年まで12やったんですけど、今年改正されまして用途地域13になりまして、これ用途地域には都市計画法という法律が作ってる使い道が決まってます。まあ簡単に言えば、まあここに第一種低層とか書いてありますね。工業地域とか載ってますけども、例えばこの辺には家を建てましょう、この辺にはビルを建てましょう、この辺にはみたいな形で決めていくんですね。これが用途地域、使い道が決まってます。だから12種類あります。だから用途地域は宅地です。使い道、まあおそらく今後例えば用途地域内の、例えばそれが農地であっても宅地だと、今後転用していく可能性が高いわけですね、何かをね。ただね、そうは言ってもそのいろんな13種類あるんですけれども、ここあります。用途地域内は宅地やと言っても、ここ正しいね、これちょっと段落変わってます、例外ですわ。現在道路公園河川ね、こんなんは宅地ではないと、こういうわけですね。まあ、これはどういうことかというと、例えば、まあ、大阪なんかで言いますとね、御堂筋、ね、歌にもなってますね、
御堂筋ですね、まあ東京なんかでもね、いろんな何々通りとかありますよね、青山通りとかいろいろあるわけですけども、まあまあ、そういうところっていうのは当然町の真ん中にあるんですから、多分商業地域内にある道路って結構多いんですね。で川もありますよね、大阪では淀川ね、東京江戸川とかあります。でも都心の辺走ってますから当然用途地域内にありますけど、こんな河川やとか道路なんていうのは全く建物は建たれませんよね、そこは。だからそれは宅地ではありませんよっていうね、現在っていう ね。だから例えばこういうのちょっといやらしいね、将来道路などを作る予定、まだ予定やから現にじゃないよね、これは宅地や。まだ例えば2年後に道路作る予定なんですよと、これはどうですかみたいな話ね、それは当然ながら宅地にはなりませんねという話ね。ちょっとなんかあれよね、ちょっとこう言葉のごまかしじゃないけどもね、ちょっとそんなような感じがね、ありますんでね、はい。そして次、建物ですね。まあまあ覚え方書いてますね、コーヒーどうもすいませんなんてね、覚え方ね、宅地ではないと、公園広場道路ね、水路河川と、はい。そして次、建物。建物はまああまり定義づけはそんなないですね、はい。事務所でも倉庫でも別に構いませんと、マンションの一室もいいですよと。これちょっとね、細かい問題出たことあるんですが、ここね、共有のね、これちょっと難しいでしょ、こんなんなんなんと、共有のこのリゾートクラブ会員権ってありますよね。ただここのポイントはね、 リゾート施設の宿泊施設のこれ建物なんですよ。これの会員権を売買は建物の売買になるって言うんですよ。これは実は運用と考え方で業法の条文ではないんですね、こんなのね、なかなかね、ですね。これがまあ建物、ね、宅地建物の定義付けというふうになりますんでね、ですかね。はい。それがまあ、あとはまたね、次の範囲に入ってくるところで、そのまとめとしてはここに載ってますね。合格ステップね、これだけだと少ないんでちょっと今見ました。ね。さっき言いました。宅地、建物取引業を行う場合は免許が必要ね、宅建業者ね、でしたね、宅建業者の話。はい。宅地の定義付け、登記は関係ないって書いてますね、関係なかったね。現在建物がある、建てる目的、いきますね、用途地域内、ただし現在道路河川水路は除くっていうね、この規定がありましたね、いいですね。だから建物はさっき言ったように事務所、倉庫ね、マンションの一室、何でもいいんですよという話ね、これが定義付けにはなっております。よろしいでしょうか。はい。まあ今日はスマート宅建の業法の1回目ということで、ちょっとこう試験でね、出てる内容の話と、やっぱり確実に取りたいという話で、まあちょっと入って、今日は1回目は宅地建物について、まあ当然さっき言った免許というのは取引業なんで、これは次回にちょっとお話を、したい話にはなってくるんですけども、やはりさっきも言いましたように確実に点数を取る、みんな結構ね、うる覚えをしてますと足元すくわれます、バーンと間違ってしまうと。でよく問題なんかを作文したりしますんで、まあ、そういうことのないようにね、きっちりとやっぱり読んで読み砕いていくということが必要かなというふうに思います。で業法はね、やっぱりきっちりやっていかないと、結構分かりやすいのは事実なんです。読んでても一番やっぱり業法が言ってることは、ただやっぱり不動産に特化してますので、割と実務的な言葉もありますし、やっぱり不動産限定の法律であるということで、一般的な民法と若干違うところもありますので、その辺をこう臨機応変な勉強の対応がねできるように、しておかないといけないかなと。ただ問題量は業法だけで19問、まあ理工は1問で、まあ全部で20問で約4割なんですね、これ。ということはもうここの点数が取れないとやっぱり勝負にはならんっていうのはもう間違いないんですよ。まあこれだけでいいわけじゃないですよ。あと1回目の権利だとか、法令上の制限も当然まあやっとかないかんのですが、まあ特にここで点数を取れない、例えば半分ぐらいしか合わないから、まずはもう結果は見えてしまうというふうになってしまうんでね、まあきっちりと勉強をねしていただいたら、いいのかなというふうに思います。まあ、宅地建物というだけでも問題っていうのは少ないんでね。また、2回目に続きたいと思います。
1回目はこの辺で終わります。どうもありがとうございました。